毎日くまこ。みんなおはくま。本日4月27日は哲学の日くま。ギリシアの哲学者ソクラテスが死刑宣告を受け、紀元前の399年の今日に毒を煽って亡くなったことへの追悼から制定された記念日なんだって。ソクラテスといえば対話的問答を用いて、とにかく相手になんでと聞きまくる人だったくま。このなんでと繰り返し聞くことで、当たり前だと思っていることへの成り立ちを考えるスタイルだったくまね。ねえねえ、なんでくまこの配信に来てくれるくま？くまこの配信が楽しいから。じゃあなんでくまこの配信が楽しいくま？くまこの声が可愛いから。じゃあなんでくまこの声が可愛いくま？くまこのことが好きだから。それならくまこは納得しちゃうくま。ありがとうくま。みんなも気になる人がいたらなんでって聞きまくってみるくま。嬉しいことに気づけちゃうかもよ。